この先左からの合流があります。700m です。この先左からの合流があります。関越道東京方面の情報です。川越インターまで35分ほど。
練馬インターまで55分ほど、圏央道入間インターまで45分ほど、川島インターまで40分ほどかかっています。
越道東京方面の情報です。川越インターまで25分ほど、所沢インターまで35分ほど、練馬インターまで45分ほど、圏央道入間インターまで35分ほど、久喜白岡ジャンクションまで45分ほどかかっています。この先の嵐山パーキングエリアの駐車場は現在駐車に余裕があります。
川口方面の広域情報です。川口ジャンクションまで関越道および外環経由で40分ほど、圏央道および東北道経由で50分ほどかかっています。関越道東京方面の情報です。練馬インターまで30分ほど、圏央道八王子ジャンクションまで40分ほど、久喜白岡ジャンクションまで30分ほど、外環川口ジャンクションまで40分ほどかかっています。